駅、やっぱ道の駅なの。え、いや、もうちょっと先でしょ。自衛だよね。まもなく私の小学校前を斜め右方向です。こういうね、よくわかんない工場が出るんですよ。荒川水産だって。電電でも渋滞しなくてよかった。うん。さすがに帰りは真っ暗になるだろうけど。まあそれはそれで。その前に帰りてえな。うん。超眠い。いいね。何が？あのくれ。そう？チョコか。あれにもくれ。信号長。いや、長かったの。向いてあげなくてもよかったんじゃないかって。入り組んでんだ。うん。前信号だったじゃん。上着着てもよかった。うん。でも中途半端に着ようとすると信号変わるんですよ、どうせ。うん。全然白ぼっちでいいお食事どころ、ベン。ちょっとベンって名前が、まだベンみたいな、うんこみたいで嫌だ。そっちかい。うん、なんか食い物イコールみたいな、ケージャーみたいなさ。そこ通ろうとしてるのかい。ここ信号機ないからダメだよ、お嬢ちゃん。記憶あんだよね、ヨヨヨヨって。うん、そりゃまあ定峰っていうぐらいだから。これ定峰じゃねえの、全員全員全員定峰じゃねえ。そういうこともなきにしもあらず。だってこんなに行かないでしょ、この話。ショップ平成帰り絶対スーパー寄る。うん、でも腹減るな。うん、適当な弁当食って帰る。カツ丼食いてんの。ああ、いや、買ってくるよ。あるかな。あると思うよ、カツ丼ぐらいは。なんかわかるでしょ、カツ丼みたいなさ、こうガツッとしたもの食いたくなるよね。うん、登山した時は本当にガツッと食いたい。ガツッとレモン。登山とあれだ、仕事した日か。なんか本当倍に疲れる。あともうちょっとで着くからな。これシートベルト外さなんて上着が切れるってのすげえな。いねえよ、たぶん。でれれれ。いねえもん、すぐ行って。あ、いない、本当にいない。ほら、こんな、なんか、よくわかんないワゴンしかいない。取るのかな、本当にね。らしいけどね。また、途中で U ターンする羽目になるんで。まあ、別に U ターンだって。峠の登りみたいな。ああ、確かに大山だね。大山よりもなんかもう囲われてるって感じだけど、この辺の方が。
同じ高さの山。暗いね、もう。うん。暗くなすけど、ちょっと。暗っ。茂ってるからか。
から。あじゃあ。あじゃあ。ダメでした。残念。これじゃあどうやって行ったんでしょう。あれ？あれガスなのかな。あ、わかった。反対側か。反対側だ。じゃあ反対側行ってみよう。行ってみるか。うん。ゆうたん大丈夫かい？うん大丈夫。多分下りから行けるんだよ。なるほどね。